PSA インターナショナルはシンガポールに本部を置く、世界最大の港湾運営会社の一つ。1863年に当時、中国人実業家であったタン・キム・チンが、タン・ジョン・パガードック・カンパニーを設立し、2隻の蒸気船と共にトン・ジャング・パガードック・ CEO として営業を開始した。その後、シンガポールの法定機関として1964年に、 シンガポール公安庁が設立した。シンガポール公安庁は、シンガポール港の整備、維持、管理、船舶の運航管理などを行ってきた。1997年に、公安業務の効率化、国際競争力の強化のために、政府全額出資の PSA コーポレーションとして民営化し、開示、公安業務の監督などの機能は、開示公安庁に移管した。 2003年12月に組織再編成を行い、政府出資の投資会社、テマセクホールディングスが全額出資する PSA インターナショナルが持ち株会社として設立し、PSA コーポレーションはその子会社となった。2011年にはアジア、ヨーロッパ、アメリカの17カ国、29の港を運営している。PSA インターナショナルの運営するシンガポール港は、 コンテナ貨物取扱事業では、上海に次ぐ世界第2位である。ありがとうございます。